はい、本日は合わせ梅干潟埋め立て事業の進捗状況を見てきました。まあ、地上から見るとですね、一直線になっていて、一体、どうなってんだろうという感じですが、まあ、上から見ると、結構進捗状況変わっていたので、後で見てみたいと思います。まず接続部分ですね、橋脚部分が、まあ、大体全部立ってんのかな。そして、橋梁部分が今ここですね、ちょうど多分作っている途中ですね。ということで、まあ、接続部分意外と進んでるのかなという感じです。で、前回撮影した時に初めて見たんですけど、この、部品ですかね、建築資材を作る、工場みたいなものができていて、安全第一とか書かれていて、ここでいろいろ資材作ってんだろうなというのが分かりました。で、この先、まあなんか荒れ地みたいになってますけど、この辺は多分手つかずですね、何も触らず、多分そのままの状態ということです。で、今回ちょっと見てみたい、思ったのは、このビーチ部分ですね。ビーチ部分に、パワーショベルが、まあ、入っているんですね。はい。で、この辺軽石の状況どうだったのかな？ちょっとその辺よくわかんないですけど、ビーチ部分にこうパワーショベルが入って、何らかの作業をしているっていうのが、見て取れます。ビーチ、3台くらいありますかね。で、奥の方に、船が止まってますね。何の船ですかね。ちょっと近くまで行ってないのでわかんないんですけど、そのような状況です。オイルフェンスが張られてるのは多分これ軽石ですかね。軽石の被害があったのかどうなのか、ちょっとこの辺は定かではありません。さて、では内部の方を見てみましょう。やはり真ん中部分は手つかずという感じで、まあ、あれ、ほぼ割れているということです。が、ここですね。今回新たに、分かったのは、この工場の、ここ荒れていると。工場隣の部分ですね。はい。何かできてますね、これ。一瞬、何でした？ドバイの、なんかね、住宅地みたいな、一瞬想像したんですけど、またはなんかこう、空港滑走路の、誘導路の横にある、飛行機駐機場みたいなのも想像したんですけれども、ここですね。これなんか真ん中茶色いくて、なんか水も汚いですけど、明らかにこれ何か作ってますね。これ何ですかね。まっすぐな道にちょこちょことヘリポート、まさかこんなたくさんヘリポート作らないと思いますし、建物建てるにしては間隔が、間が広すぎるっていう感じですし、飛行機、まさか滑走路じゃないでしょうしね。これが不思議なんですね。これが私なんか想像できないというか。ただ何かしら、こう、綺麗に整理された感じで作っていますので、何かしらね、同じようなものがこう作られていくのかなという感じがします。で、ここを通り過ぎて、橋脚部分ですね、接続部分になりますけど、まあ、こちらから見ても橋脚がしっかりできていて、この部分で橋梁を作っているという感じですね。で、ここが、まあ、上から見ると小さく見えますけど、結構どでかい工場ですよね、これね。どでかい。で、ここが今回不思議、トラック見えますけど、トラックと軽トラ見えますけど、だいぶ小さいですよね。ということは、これ相当大きいということです。駐車場？工場と駐車場か。よくわからないですね。設計図とかも見たことないのでよくわかんないですけど、まあ、何かできているという感じです。で、どでかい今工場ですね。という感じです。ということで、まあ、今回は、すいません、ちょっと風強くてですね、ちょっと振られてますけど。まあ、今回はこの橋梁、橋脚部分が、結構進んでいたのと、謎の駐機場じゃないですけど、駐輪場、駐機場、住宅地、工場みたいな、土台みたいなのができているっていうのと、
あとなんか砂浜にパワーショベルが3台行って何かしらやっていたというような、変化が、見て取れました。それ以外は、まあ、大きく進捗してるっていう感じは、まあ、素人目にはちょっとよくわかんないですね。まあプロの方が見たらここ変わってんだってわかるのかもわからないですけど、はい、まあそんな感じでした。また引き続きですね、こちら見ていきたいと思います。